なんだこの人間は。パーティー IO ってのやってみます。操作説明はないのか。やってみたらわかるかな。 UR レベル100、いきなり100なの。 IO シリーズのように、なんだろう、他のプレイヤーとバトルする系なんだろうけど、操作説明を教えてくれ。How to はどこにあるんだ。ないね。でレベルが80になったね。これあれか、なんかランク的な。で持たれたね。持たれたらタップ連打でなんとか助かるように。おりゃおりゃおりゃ、お、なんだスマッシュ。これは落とせばいいんだろうけど、スマッシュじゃないな、イーグル。え、よいしょ。なんか持って、うりゃ、落ちろ落ちろ。おお、やってやった。こうやって投げりゃいいんだね。サイズアップ。お、なんかよからわからんけど勝った。やったー、表彰台でシャンパンかけ合おうぜ。 BGM と SE ないのが惜しいな。お、お、新しいアバターが。あ、ステージ変わった。他のもあるのか。シュッシュッ。相変わらず何したらいいかわかんないけど、最初は、お、おるや、すっげー投げた。やった、落ちた。へえ、すんごい投げたよ。とりあえずなんか連打してりゃいいのかな。はいよーっと。おお。画面手前に向かってぶん投げた。新しいおっちゃんが手に入った。ステージセレクトはランダムなのかな。気球に乗ってどこまでも。おれや、とりあえずタップ連打をしてるけど、おーっと弾かれた。あれかな、自分よりでかいやつはそうそうやれないのかな。どすこいどすこいどすこい。ダウン中攻撃はできないのか。待て待て、落とすぞ。いけいけ。あれ、漁夫の利を得たい。なんか助けちゃったか、あいつを。よいしょっと。どうした、サイズアップで向きを直してぶん投げる。かわいい。なんだこれ、馬豚かな、どっちだ。ステージが変わったね。またドラッグムーブ、タブ&リフト。あの最初に一応説明書いてあるけど、一瞬で終わっちゃうから、次のプレイの時にさらに確認しとこう。おりゃ、なんとか落とせないと。君も落ちるかい。よいしょっと。待て待て待て、そいつは俺が落とす。待て待て。おお、ちょっと紫のやつすんごいガクガクな動きしてたぞ。大丈夫か。よっしょー、大丈夫か、大丈夫だお前。お、崖のところで耐えてる。しかしもう落ちる運命。どんどん新しいキャラクター出るね。ここはさっきの気球のところか、ちょっと違うかな。よいしょ、持って、あ、操作説明見るの忘れてた。待て待て、後ろから投げるぞ。あれ、押し出しはないんだね。もう投げると、で、お、二人押していった。どうしたお前、倒れてる。おー、掴んで、ほーい。魔物だな、魔物おじさん。とりあえず持ち上げてぶん投げるっていうのは見て分かった通り。それを繰り返したかな。でね、おそらくね、他のプレイヤーじゃないんだよな。多分ボットでしょう、名前があるけど。だってこんな簡単にね、倒せるのおかしいもん。もうちょっと抵抗しなさいな。よし、大きさアップした。待て待て待て。よいしょかわいい栗おじさんになった。ここはなんだ、工事現場、港かな。もう逃げるよりとっとと連打して、よいしょ、リフトリフト。うわー、持ってほい。どこ行くね。あー、やばいやばいやばい、柵が。耐えきれ耐えきれ。うわー、うわー、戻れない戻れない。この今片足でなんとかなんとか保ってる。おお、どこ行くね。あ、登れた登れた。あ、俺もどこ行くね。おかしいでしょ、
すげえ、着地と同時にキャッチで、ブンブンブン。もう連打しりゃいいんだろうな。うりゃ、この筋力だったら適当なとこに投げ飛ばしても問題ない。ヒエーイ、やった。種類いくつあるんだろう。まだまだあるな。ボンバーマンみたいないたぞ。すげえ髪の毛が、面が、ヒゲ。なんだ、あ、一周した。これが終わったらもうないのかな。あとはこのプレイヤーランクをひたすらに上げていくだけでしょ。ステージも何種類あるんだろう。で、まあそろそろ気づいたと思うけども、他することないよね。あー、落ちちゃった、なんてこった。最後に1位取って終わりにしよう。これ早めに、よいしょー。この餌というか俺が大きくなるための餌だね。逃げてるだけじゃダメっていうね。ひたすら、お、俺にやられに来たか。おるや、もうこうなったら勝ちでしょ。それまた新しいのをゲットしまして、と。まあこれとにかく攻めばっかりしときゃなんとかなるね。コンピューター相手だったら。ちゃんとプレイヤー同士で戦ったらどうなるのかは気になるけども、まあそこまでマッチングはしないんだろうな、ってな感じで。あ、でもね、このなんだろう、偽スマブラっぽさというかちょっと違うな。投げ感覚はね、投げる感覚というか、このキャラがさ、うにょうにょ動いて気持ち悪い感じがね見てて可愛かったな、ってな感じで、パーティー .io をやってみました。おしまい。